12月8日午前0時日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。まずは注目したい事柄です。ウクライナ軍の東部グループのスポークスマンであるセルヒー・チェレバティ氏は12月7日にウクライナのテレビ放送局に語りました。ロシア軍は反撃を準備しており、ハルキウ州のクピャンスクに向けて前進する計画を立てている。東部軍のスポークスマンの言葉なので現地軍ということになります。以前お伝えしましたが、ロシア軍は新たな戦線を開こうとしています。ウクライナ軍はクピャンスク奪還後も北へはあまり前進せず、クピャンスクの守りを固めており、今週に入ってからやっと北に向かって前進し始めたばかりでした。数十両のアメリカの M117 装甲兵員輸送車がルーマニアで目撃されており、そのうち250両がウクライナ軍向けと発表されています。おそらくウクライナ向けだけと思われます。ウクライナ軍には反撃のための機甲・機械化部隊が必要です。CNN の報道によると、ベラルーシはウクライナとの国境に沿って軍隊を移動させているとのことです。これはプーチン大統領からの要請によるもので、ウクライナ北の国境線の緊張状態を保つためです。ベラルーシは軍事演習を開始することを発表しました。現時点でベラルーシが敵対行動をとる可能性は低いでしょうが、外務大臣が亡くなって間もないのにプーチンさんは容赦ないです。ウクライナのデジタルトランスフォーメーション大臣ミハイロ・フェドロフ氏は12月に海軍無人機の艦隊が編成されると発表しました。海軍の無人艦隊編成は今後の海軍編成には必須となってくるでしょう。日本も技術はあるのだから、予算を増やして海上無人艦隊と水中無人艦隊を編成すべきです。日本は領海が広いので、運用のプラットフォームになる海中基地的なものの研究開発も必須となります。NATO 事務総長イェンス・ストルテンベルグ氏は、ロシア連邦は話し合いを望んでおらず、春の新たな攻勢のために戦争を凍結したいと考えていると述べました。ロシアはとにかく時間が欲しいはずで、そのための要塞戦であるでしょう。兵を鍛えるにも武器を製造するにも時間がかかりますから。それでは各地域別の戦況です。オスキル川クピャンスク方面、ウクライナ軍は進行中の反撃作戦の一環として、オスキル川東岸の北部でも反撃を始めており、いくつかの拠点を奪還しています。ウクライナ軍参謀本部によれば、ロシア軍はタビルジャンカ、ボフダニフスク、ライマンペルシー近くのウクライナ軍陣地を砲撃したと発表しています。ウクライナ軍は今後も作戦を続行する可能性が高いので、北と東に進むと思われます。オスキル川ボロバ方面、クゼミフカ、ステルマヒフカ方向からのウクライナ軍の攻撃が続いており、ロシア軍は守勢です。ロシア側の情報では、ライホロドカのロシア軍に第一戦車軍の部隊が投入されたと指摘していますが、確認できていません。
また、ロシア軍は、スバトボ・クレミンナラインの東側に構築中の要塞線付近一帯に大量の地雷を設置しています。ロシア側の方針としては、要塞線が完成後、ロシア軍は要塞線にこもり、このラインでウクライナ軍を拘束して、春まで持ちこたえる方針でしょう。クレミンナ方面。ウクライナ軍は、プロシェチャンカ、チェルボノポピフカ、ジトリフカ、ビロホリフカで攻勢を強めています。一方のロシア軍は、第一戦車軍をこの付近一帯に投入した模様です。この情報は、ロシア側からの情報となりますので、未確認です。第一戦車軍は、第一新鋭戦車軍という名誉称号も持っており、11月にベラルーシでの演習を終えて、ルハンシク州東部に移動していました。東部リシチャンスク方面。ルハンシク州のビロホリフカと、ドネツク州のベルヒノカミアンスク、スピルネで、ロシア軍による攻撃を撃退しました。クレミンナの南にあるビロホリフカに、ロシア軍が攻撃を仕掛けていますが、ウクライナ軍守備隊により撃退されています。ビロホリフカは、12月6日にロシア軍が市街の一部に取り付きましたが、その後ウクライナ軍は撃退に成功しています。ベルヒノカミアンスクには2日連続でロシア軍の攻撃がありましたが、攻撃は失敗に終わり、ウクライナ軍守備隊により撃退されています。ロシア軍は数日ぶりにスピルネに対して攻撃を行いましたが、この攻撃もウクライナ軍守備隊により撃退されています。東部バクムット、アルチェモスク方面。ロシア軍は7日も執拗にヤコブリフカを攻撃しており、大きな損害を出しています。損害の割には戦果は上がらず、今回の攻撃もウクライナ軍守備隊により撃退されています。ソルダー、バクムツクでの市街戦は続いており、6日から7日にかけても昼夜を問わず戦闘が行われています。双方とも大きな損害が出ています。バクムットの北側にあるビラホラの町に対してロシア軍は攻撃を仕掛けています。攻撃は成功せず、ロシア軍は撃退されています。バクムットの東側交差点付近では、ロシア軍が7日も攻撃を仕掛けていますが、ウクライナ軍守備隊に撃退されています。バクムットの東側でのロシア軍の攻撃がここ数日減っていますが、ロシア軍は戦術的配置の変更などを行い、部隊を再編成、補充しており、また攻撃を仕掛けてくるものと思われます。要注意です。クルディミフカにもロシア軍の攻撃がありましたが、ウクライナ軍に撃退されています。ウクライナ軍が完全に町を掌握したのか、評価は未だ不明です。よって、戦況マークは青赤マークのままです。東部ドネツク市方面北側。アウディーイウカ周辺の戦場において、テルミット焼夷弾がまた使われました。映像をご覧ください。
ロシア軍はかなり焦っているようですが、損害は多いけど成果は少なく、なかなか結果が出ません。12月7日にロシア軍はノボバフムティフカに対して数週間ぶりに攻撃を仕掛けてきましたが、この攻撃もウクライナ軍守備隊と砲兵隊の正確な支援射撃により失敗に終わってロシア軍は退却しています。またクラスノホリフカにもロシア軍は攻撃を行っていますが、町の郊外で撃退されており、今回も市街に取り付くこともできませんでした。今後もアウディーウカを包囲するため、アウディーウカ周辺の攻撃は続くでしょうが、今のままではアウディーウカ攻略はかなり厳しいと思われます。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。